やぶさ2再突入カプセル用加速度センサのライフ試験などを実施し、高い信頼性の確保に貢献しています。例えばロケットの打ち上げ時や飛行機の離陸時の振動、加速度、高度、宇宙なので、ただいまよりセミナーを開始します。医療機器、電子基板などの評価試験について、オキエンジニアリング株式会社システム評価事業部岡よりご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。オキエンジニアリングシステム評価事業部の岡と申します。本日はですね、電子回路基板の品質評価というところでですね、医療機器にも使われていますというか、全般的に世の中ありとあらゆるところに使われております基板評価の件ですね、その辺につきまして、簡単ではありますけれども、ご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。で、これはですね、電子回路基板の例になります。医療機器もそうですし、皆様のお使いのスマートフォンですとか、テレビですとか、いろんなものに使われておりまして、こちらの一例としてですね、家庭用でよく使われております血圧計ですね、血圧計の中に搭載されています実装された基板ですね。でこちらは、低周波治療器ですね、低周波治療器を分解した際に中に使われている実装基板の、で実装基板どういうもので構成されていますかというとですね、また後でご紹介しますけれども、部品としてはですね、現上でよく使われているのが SMD と言われます表面実装部品ですね。これは基板にスルーホールで穴がなくてですね、表面のパッドに電子部品をそれぞれ載せるというタイプになります。どういうものがありますかというと、 LSI でいくと QFP ですとか SOP、BGA といった部品ですとか、こちらにありますけれども、ちょっと見づらいんですが、チップ抵抗ですとかチップコンデンサーですね、そういった部品があります。あとのディップ部品と呼ばれてですね、ちょっとこちらには搭載されてはいないんですが、スルーホールですね、基板のスルーホールといったものがあるかというところで構成の、されている部品のご紹介になります。でですね、ちょっと重複しますけども、これをですね、文章に表現するとどういうものがあるかというところですね、実装部品といっては IC ですとかコンデンサー、抵抗ですとかコネクタですね、そういったものがあります。でそれを載せる実際の基板ですね、基板としては表層みたいな内装、あとは先ほど言いましたけどもスルーホールという方を見ます。で実装基板にですね、実装部品をどういった形でつけるかというと、今、ほとんどの主流がハンダ接合されていますので、こういったハンダ接合ですね、部品と基板の接合、あとはですねコネクターというものが、基板に載せてある場合は、このコネクターが基板についていると外部とのやり取りをするというところで、の構成部品というのが、電子回路としてはあるかとは思います。それですね、ちょっと部品に関してですけれども、加速試験を踏まえてどういった効果がありますか、弊社の実績になりますけれども、そちらについてご紹介したいと思います。一つですね、部品なんかよく IC メーカーさんとかもそうです、我々もやるんですけれども、環境試験というものがございまして、こちらでいきますと温湿度ですね、温度ですとか湿度をかける環境試験ですね、それらがいったこういった目的がありまして、規格としてはですね、ビルの規格ですとか一般的には実施の規格があるかとは思います。それ以外にですね、温湿度の環境以外に機械的な試験ですね、それはどういったものがありますかというと、振動ですとか衝撃ですね、特に振動はですね、機器が出す振動もありますけれども、周りから受ける振動ですとか、例えば製品を梱包して輸送の際に受ける振動ですね、こちらの方に書いてありますけど、そういった輸送時における振動ですとか、そういったものもあります。ここにですね、複合環境、複合振動と書いてありますけれども、それはどういったものかといいますと、こちらはですね、同じ振動試験でも大体常温環境下でやるんですが、温度湿度を加えながら振動を加える、複合的にですね、環境下でやる耐久試験になります。それぞれ規格としてはいろんな規格がありますけれども、こちらにはですね、一般的には実質の規格というところが有名になっているかと思います。で、一つ、ここでですね、加速試験というのをよく我々やっているんですけれども、余寿命調査というところをご紹介したいかとは思います。これどういうものかといいますと、実際にその部品に搭載、基板に搭載されております部品をですね、加速試験をかけることによって、その、基板ユニット全体の残余寿命がどういう形、どのぐらいあるかというものを調査いたします。
現状把握としてですね、実際のこういった基盤の外観上を見て変形ですとか変色がないか、あとはまあ通電が可能な場合は通電してですね、温度の発熱状況、まあ、両品と比較して使用したものの各部品の発熱状況と違いがないか、あとは実際に熱伝ついたものを部品に貼り付けて温度上昇ですね、そういったものに違いがないかという調査をするというのがまず一つ挙げられます。まあ、次のステップとしてはですね、寿命指数の弱い、実装されている基板の中で寿命指数が弱い部品ですとか、まあ、先ほど事前に調査した中での発熱するような部品ですね、そういった部品を実際の基板から取り外してですね、こういったの試験ができるような体系の基板に実装し直してですね、で、温度加速をかけながらある一定の時間通電をして、時点でサンプルを取り出して電気的な測定をすると、そこからですね、カタログスペックから逸脱した場合の故障率の算出等を実施して、まあ、最終的には、その指標の残余時を推定するというのは一つのやり方として我々が実施しております。先ほど部品のお話をさせていただきましたが、次はですね、基板に関する評価試験についてご説明したいと思います。基板もですね、先ほどと部品とあまり大きく変わらないんですね。基本的なところに行きますと温度とか湿度といったところの試験があります。でその他ですね、基板の場合はですね、ハンダを使った実装をしますので、まあ、ハンダの耐熱性がどうかとかですね、当然銅の配線がありますので銅箔の引っ張り強度ですね、ピール強度試験というんですけども、そういったものもありますし、高加速の、試験としては PCT 試験も必要として実施します。まあ、それぞれですね、部品の試験と同じように規格としては実数ですとかミルですとかそういったものがあります。こちらはですね、後ほど弊社の対応可能な環境試験につきましては資料の方をお渡ししますので、まあ、そちらを参照していただければと思います。でこれはですね、試験後のちょっとした観察例になります。こちら高温工室で通電をした場合ですね、その場合、まあ、どういった事象が起きているかというと、ちょっとこれは基板表面にですね、部品ですとかそういったものを記載するシルク印刷というものがあるんですが、まあ、その下に銅の配線が走っているんですけども、高温工室の通電をしたことによってですね、このシルクが割れてですね、銅箔がむき出しになっている、まあ、あとは銅箔の方がですね、腐食して防塵することによってこれ割れたりするんですけれども、そこから成長物が発生しているという事例になります。でこちらはですね、これとは別なんですけれども、別サンプルをですね、試験をかけた後にですね、まあ、こちらこういった形でレジストとか割れてしまっていますけれども、こういったレジストと呼ばれる表面の膜ですね、そういったものに割れがないかですね、銅箔に腐食がないかという確認をした事例になります。基板の中でですね、ちょっと面白い現象がありまして、マイグレーションという現象ですね、高温工室かですか多湿かで通電しながら、機器を使っていると銅の配線からですね、こういった成長物ができて、まあ、隣の配線に接触すると、まあ、どういうことが起きるかというと短絡した障害に起きると、でそういったことをですね、基板政策の中では評価するとして、こういったくし形のパターンですね、ピッチを変えたり、今ですと内装のパターンのピッチを変えたりして、その設計に準じた中でこういった高温工室化で通電をしながら試験をしています。でこのでですね、時点で絶縁抵抗を見たりするというやり方もあるんですが、このマイグレーションの場合ですね、成長してこちらにつながりますと、一回スパークして切れてしまう、それはどういうことかというと回復現象といってですね、こちらの連続してモニターした場合なんですけれども、ここが一度落ちたところがくっついたところなんですが、ここで離れてしまうとまた元に戻ってしまうという回復現象があるので、まあ、こういったマイグレーションの試験をする際はですね、連続モニターをすることが非常に有効というふうに考えております。でこちらはですね、基板のスルホールと呼ばれる貫通させている穴のですね、不具合の事例になります。まあ、これはなぜこういったことが起きるかといいますと、基板製作の中でですね、銅箔を積層して、まあ、これは銅箔になりますけれども、銅箔とか積層した後に最終的に穴をドリルで開けるんですけれども、そのドリルのですね、管理ですね、ドリルの何ショットという何回開けたら交換するですとか、そういったところがですね、守られていないと、まあ、内装のバリとかができて中の次のメッキの工程でメッキが乗りづらくなると、
まあ、そういったところの不具合が起きますので、まあ、こういった形でですね、使用される基板のですね、設計ですとか構造を調査することも非常に有効かというふうに考えています。これはですね、まあ、実際にですね、評価、断面を切った中での評価事例になります。これはネイルヘッドといって釘の頭みたいな接続になっていますね。これは内装の銅箔になっています。これがスルーホールのメイクになりますけど、まあ、この段階ではよくくっついてはいるんですけども、まあ、場合によってはここにですね、隙間が入っていたりして接続不良というの可能性がありますので、まあ、注意が必要です。これはちょうどこちらが表面側になるんですけれども、表層のメイクに対して内装のメイクが非常にできれば1対1 の、 積みを持っているのがいいんですけれども、まあ、基本的にいくとこれでいくと3分の1か半分程度しか内装のメッキがない。でなおかつですね、ドリルを開けた際のエッチングの不良もしくはバリがあったせいかですね、まあ、コーナークラックと書いてありますけれども、このコーナー部にこういった形で、隙間クラックみたいなのが入っている。でこれがどういう風になるかといいますと、使用上ですね、経年変化によってはこれが表面まで貫通すると場合によってはオープンになりというところが考えられる。あとはですね、ここのレジンリセッションといいまして、まあ、基板の内装とでメッキとですね、くっつきが悪いというと、ここにまあ水分が介在して電気的に不具合に陥る可能性があるということが言えます。最後にですね、基板と部品をつけるハンダ接合に関する評価についてお話ししたいと思います。で医療機器としてはですね、多分おそらくまだ大型のものは信頼性としては鉛入りのハンダが非常に使われているかと思いますけれども、まあ、鉛フリーハンダもですね、家庭用で使われるような医療機器には使われているとは思いますので、まあ、今回はちょっとですね、一緒に鉛フリーハンダ接合についてお話ししたいと思います。でここにハンダ自体の経年劣化ということで記載しておりますけれども、まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、まあ、一般の金属ですね、鉄ですとか銅ですとか、まあ、融点、溶ける温度が1000度以上ですね、という非常に高温下でないと溶けません。ところがですね、鉛入りのハンダですとか、今現在主流であります三銀コンマゴ銅と呼ばれる鉛フリーハンダですね、こちらの融点でいきますと、大体鉛入りが183度、鉛フリーですと約220度という温度で溶けます。これはどういうことかというと、まあ、医療機器が保管状況がそんなに悪いところで保管するということはないかとは思いますけれども、仮に室温か倉庫ですとか40度とか50度の中で保管した場合ですね、少なくともこれの4分の1とか半分近くの温度でアニールをされているような状況になるということは、まあ、自然に経年劣化はどうしても起きてしまうというのは一つ考えられると思います。あとは金属としてはですね、非常に柔らかいのでクリープという現象がございます。まあ、これはどういうものかというと、これは実装した基板を一緒にいただければいいんですが、まあ、これは基板ですね。そこにまあ、ある一定の重たいものですね、重たい部品をまあ接合して、これが例えばこういう向きで設置された場合なんですけど、常に一定荷重がこの重たいものがこう下の方向の重力でかかりますので、ここの部分が壊れてしまうというのがある。でそういうことはどういうことかというと、まあ、こういったの重量物ですね、万が一実装する際は設置方法も考えなければいけない。これがですね、例えば重量物だけではなくてケーブルですね、束ねたケーブル自体も、例えばここにコネクターがありまして、つないでこれが常に下方向に引っ張られるような状態になりますと、やはりここに負荷がかかって壊れるという可能性がありますので、そういったことからですね、実際の設置ですとかそういったものを考えなければいけないというところが一つ挙げられるかとは思います。あとですね、ハンダでよく知られているのが熱疲労という現象になります。まあ、これがどういうものかといいますと、まあ、一つはですね、周りの環境ですね、環境、周囲環境の温度変化というのが一つあります。でもう一つはですね、部品自体通電したことによる部品の発熱というものがあります。でこれがどういう状況を及ぼすかといいますと、例えば、基板ですね、こちら基板になりますけれども、基板が、熱くなった時の膨張、まあ、冷めた時の収縮ですね、それと部品、例えばセラミックですね、こちらセラミックの場合の通電ないし雰囲気による膨張収縮という変異ですね、膨張縮の差が大きいとですね、まあ、ハンダのここの接合部分にそういった疲労がかかってしまう。そうすることによってここが最終的にクラックが起きたり破断しやすいという状況になるというのが、まあ熱疲労の現象になります。
特に鉛入りのハンダですと、ちょっと今日こちら写真を持ってきていないんですけれども、まあ、当初はですね、初期の段階では錫と鉛の分布が非常に細かいものがですね、こういった熱疲労、繰り返しの疲労を加わることによって、組織的な状況が大きくなって硬く割れやすくなるというのが知られております。で、まあ、先ほど鉛フリーハンダというところでですね、お話しさせていただきましたけれども、ちょっと懸念事項がどういうことがあるかというのがですね、こちらに挙げさせていただいていますけれども、リフローの温度がですね、鉛入りに比べて高くなりましたので、部品に対しての熱ストレスがちょっと大きくなってきたので、ハンダの耐熱性とかが高くなると。で、ここにちょっと赤字で記載させていただいたんですけれども、まあ、現状でですね、鉛フリーハンダというところになったことによってですね、部品の、各種メッキですね、メッキが過去はですね、鉛のメッキが使われていたんですが、今はですね、ほぼほぼ錫主体のメッキになって鉛が入っていないと。で、そうしますとウィスカと呼ばれるですね、成長物が非常に懸念されてきます。で、これはどういうものかというとですね、ここちょっとJETAの試験規格書いてありますけれども、まあ、今ほぼほぼ IEC、まあ、JIS の規格に移行していますので、こちらを参照していただければいいんですけども、大体室温環境下ですとか高温硬質化ですとか温度サイクルをやることによって、先ほどの電子部品のメッキですね、そこのメッキ部分から成長物が出てくるのを確認するという試験になります。で、これがですね、一応推奨としては50ミクロンという長さを下回ることが推奨、JETA、JIS とか IEC ではされていますが、自動車メーカーさんとかですね、産業機器メーカーさんでも基本的なところでいきますと、この50ミクロン以下ということを推奨していると、まあ、一説によると、この50ミクロン、50ミクロンが両方から伸びていくと、ピッチが当たってショートしてしまうという可能性があるので、まあ、これを推奨しているところがあります。じゃあ、どういうものか。もしご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、例としてこれは実際何も試験かけていない時の IC のリードの部分ですね。これが光学的な写真の場合で、こちらが電子顕微鏡で見たものです。ちょっとメッキの状態ゴツゴツしているとかそういったところありますけども、特に成長物は確認されていないと。これがですね、温度サイクル試験をかけた後なんですが、ちょっと表面がですね、ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっとほこりがついたような状況になっている。これを電子顕微鏡で確認しますと、なんか小さな虫みたいなのが全体的に見えまして、これさらに拡大するとこういった成長物が確認されます。で、これ電気通しますので、極論こちらからこちらに伸びて接触すると短絡まで至るという非常に怖い状況になりまして、過去ですね、国際の学会の発表があった際にスペースシャトルの打ち上げの延期の一つの要因としてウィスカが伸びて隣の部品に接触したことによる障害が起きてスペースシャトルの打ち上げが延期になったとかですね、アメリカでは原子力発電所でウィスカが伸びてやはり短絡障害を起こして大規模停電になったという、そういった発表事例もありますので、非常に注意するべき成長物になるかと思います。と、足早でいきましても、最後にですね、ハンダ接合部の評価方法としてどういうものがあるか、例えば BGA という面実装部品でいきますと、こっちモニターというやり方がありますけれども、基本的に今一般的によくやられているのが、弊社もそうですけれども、こういった外観の観察ですね、外観上の、実際の接合状態の確認、その後ですね、加速試験とか、そういったものを試験後にですね、機械的な強度といわれるこれ JIS とかにありますけれども、リードの引っ張り強度ですとかチップ部品の先端強度を測定すると。あとはですね、やはりどうしても破壊検査になってしまいますけれども、ハンダ接合の評価の一つ大きなところとしては、断面観察をやってですね、試験を実施した際のフラッグの進行率ですね、そういったものを確認するということが重要になるかと思います。ただ我々の経験則になりますけれども、初期に対して試験後ですね、こちらの強度試験についてはですね、このマイナス40度125度というのはちょっとハンダの接合部の評価に特化試験の場合ですと、初期に比べると大体 20% から 30% ぐらいは一般的には低下しますが、これ以上低下する場合はですね、やはり断面とか確認しますとクラックが入っていたりとかですね、そういったことがありますので、最終的に注意が必要。特にこちらにありますけれども、大型の面実装部品ですね、セラミックのチップ部品ですとか、TSOP と呼ばれる特殊のタイプの IC ですね、
あとは水晶振動子ですとか、そういったものはですね、先ほど の熱膨張の係数が非常に基板と異なりますので、クラックが入りやすいので注意された方が良いかと思います。まあ、こういった形ですね、我々は iPhone の実装評価いろいろやっておりますので、何か困りごとがありましたら問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。